はじめましての方もこんばんは。最近チャンネル登録者数が2万人を達して嬉しすぎて眠れない男ゆちです。この度このチャンネルの登録者数が2万人に達しました。これも皆さんの熱いコメントや熱い高評価のおかげです。これからもちょっと面白おかしくいいものを作る動画を作っていくのでよろしくな。そしてこのチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。初めての方なんかはチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのはフィギュアライズスタンダードスレッタ・マーキュリーです。水星の魔女の主人公スレッタ、こいつを買うために朝お店に買いに行ったのですが、行列を目の前にして、あ、これはもうダメだと絶望しながらもなんとか買ってこれました。それでは行列ができるほどのスレッタの性能を見ていきましょう。ニッパーと説明書を取り出し組み上げるとこんな感じ。パッと見はとてもいい感じですね。このシリーズで最後に触ったのは境界戦記のシオン。そのため少し不安がありましたが、そんな不安は必要なかったようですね。それでは見ているだけではなく可動域などを見ていきましょう。首はボールジョイント、さらに髪の毛の干渉がないので回せます。後ろの髪の毛は根元がボールジョイントなため角度調整が可能。肩はボールジョイントと関節で可動。よく動くのですが、制服のこの黒い部分が手前への可動を少し邪魔をします。肘は二重関節になっていますが、他の美少女プラモと比べると少し可動域が狭いです。袖の下の服はロールで可動。腰はしっかり前後左右無理なく可動。股関節はしっかり開くのですが、少し上の服が邪魔をしているような感じがするので可動域が狭く感じます。さらに足を前に突き出すと結構尻の関節が見えてしまうのが気になります。膝関節の可動は90度より少し曲がるくらい、少し可動域が狭く感じますが、その分足は前から見るとこの自然な造形が素晴らしいですが、後ろから見ると関節が少しコブみたいに出てきてしまうので、手前はいいのですが後ろが少し気になりますね。足首は根元で角度調整ができ、さらに根元をひねることが可能です。少し全体の可動が狭いと感じる部分がありますが、服があることを踏まえればしっかり動くプラモになっていると感じました。そしてここからは交換パーツ。顔は全部で3種類、うち2つは自分でデカールを貼るようになっています。そしてそのデカールがこちら。同じ表情のパーツがだいたい2組あるので1回までの失敗はなんとかなります。さらに制服に貼るシールが1枚、手の種類は全部で4種類、1つ突き出ている手はハローを持たせる手になっています。そのハローを持たせるとこんな感じ。ちゃんとハローを持たせるのはとてもいいですね。そして何よりもこのハローを見つめているスレッタ、なんだか和みます。さて俺なりのレビューは以上。今日はミクの日に作ろうと思っていて、作るのを忘れていて放置していたフレームミュージックガール初音ミクを使って、このスレッタ・マーキュリーを少女革命ウテナ風に改造していくぜ。それでは改造の方行くぜ。さあまずは顔の付け替え。ボディは腰のラインをしっかり出しているミクボディを使います。ですがこのままでははまらないので、スレッタの方で使われている首周りのジョイントパーツを調整し、ミクボディの方にはめ込みます。はめたやつがこんな感じ。体と顔の相性は良さそうですね。そして次に少し下に下がってスカート周り、ウテナの服装のようにスパッツ風にしたいので、ここにはスレッタの足の付け根をはめ込んでいきます。なのではめ込む時に邪魔になりそうな部分は全てニッパーでカット。そしてスレッタの腰が取り付けられるように穴を開け、中央にも足関節が取り付けられるように穴を開けておきます。腰周りがだいたい決まってきたら、やはり気になるのはスカートの丈の長さ。このままでは大きすぎるため、一度プラノコでスカートを真っ二つにし、ヤスリで長さを整えます。調整したら再度ミスターセメント SP で接着し、表面を平らにしていきます。これを横後ろ全てにやります。スカートの長さを調整したら、今度はシャツの長さが短すぎることが気になってきます。そこでシャツの裏面や表面に 0.3 ミリのプラ板を貼り、ハサミで大きさを整えます。
この調整を横のシャツなどにもやっていき、大まかなバランスを確認したらパテでしっかり形を作ります。シャツの大まかな造形が終わったら、シャーペンで服のシワを描いて、パテでさらに追加攻撃、シワをしっかり作ることにより腰周りがより細く見え、出来栄えがよりスタイリッシュになる。服のシワを描いたら、さらに学ランのラインを作るためにパテによるさらなる追加攻撃。スカートのシワ、制服のラインが付け終わったのがこんな感じだ。ラインをつけると一気にそれっぽくなってきます。次に今チラッと見えた首周りを見ていこう。首周りにはスレッタの制服とネクタイを使っていきます。ですがこのままでは色々と邪魔になってしまっているため、電動リューターでスレッタの制服の内面をスッキリさせます。そしてはめようとしたら割と肩の大きさが足らなかったため、程よい大きさの1ミリのプラ板を貼り付け、長さを調整してから後ろの制服を取り付けていきます。さらに形を整えたら、肩にはマスキングテープを一度貼り、パテを持っていく。そこにユーザーワイヤーで買ってきた騎兵チェーン1ミリをちまちまと取り付けていきます。取り付けたら程よい長さに切り、さらにヤスリで程よくパテを整えたら、新たに上にパテを乗せて肩の赤パッドの部分を作っていきます。これで肩周りの造形は終了。今度は足回りを見ていきます。スレッタのズボンは少し長いので、プラノコで程よい長さにカット。切った根元はリューターで内面をスッキリさせ、そこにミクの太ももについていた輪っかをはめ込み、さらに3ミリのプラ棒をはめ込んでおきます。そして一度ミクの足を取り付け、バランスを確認します。ここで分かったのは、ミクの足が少し大きいのでズボンの両端を少しカットしました。カットした部分には 0.3 ミリのプラ板を大雑把に貼り、パテで形を整えます。足首にはスレッタのブーツを履かせるのですが、このまま履かせると足首が異様に長く見えるので、一度程よいところで足首をカットし、2枚の1ミリのプラ板を重ねて、さらにそこに足を接着します。この2枚のプラ板の効果により、ブーツのための穴開けがスムーズになる。形を整えたら中央に穴を開け、ブーツをはめ込みます。さらに表面の処理をした足がこんな感じになります。さらっと流しましたが、ズボンのシワを作るのが一番大変でした。腕の服はシワを作るのにだいぶ時間がかかりそうなので、総裁少女庭園の高梨小読みの腕をぶんどってきます。そしてこの腕にはスレッタの肩パーツで、余っている服パーツをプラ板を挟んで延長加工をし、程よい大きさにして腕に取り付けます。内面にはプラ板の切れ端を詰めてからパテを詰め込み、よく乾燥させたら腕を取り付ける用の穴を開け、ヤスリで表面を整えたのがこんな感じ。これで袖が折れている感じになりましたね。さあ最後に剣です。程よい長さの剣が売っていなかったので、1ミリのプラ板を2枚用意して自作していきます。シャーペンで大きさをマーキングしたらプラノコで切っていきます。切ったパーツは棒ヤスリで角度をつけながらヤスリ掛けをし、ある程度尖ってきたら持ち手としてミクのマイクを用意します。マイクの先端は取り外し、先端の接続軸に合わせて剣に溝を作ります。剣のつばの部分にはスレッタの服のこの部分を程よくカットし、そして燃え盛る大地、パーツを炙りさらに楕円形にしていきます。形が程よく整ったら接着し、最後にパテで形を整えれば完成。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手に持たせよく乾燥させたら塗装行くぜ。まずはボーンペイントのシャドープライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせていきます。そして剣にはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを、服パーツ類にはグレイを塗ります。肌や髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクでピンク色に染め上げます。そして肌にはフレームアームズガール FG01 と FG03 を使って肌色に塗り、さらにオキサレッドなどを少し足し、肌の陰影を描いていきます。陰影を描く前の足と描いた後の足がこんな感じ。少し影を落とすだけで一気にリアルな足になっていきます。
髪の毛にはライラックピンクとピュアホワイトを混ぜ、ピンク色に染め上げ、さらにピュアホワイトを強めにしハイライトを入れ、その上にクリアのトップコートを吹いていきます。これによりハイライトと下地のピンクがクリアで保護される。そこにローズディープレッドを少し足した陰影を塗っていきます。そしてだいたい塗りすぎてしまうため、塗りすぎてしまったらこのキャンドゥで買ってきたメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった陰影部分をこすり取ります。この時こすりすぎると下地やハイライトまでこすり取ってしまうため、こすりすぎには注意する必要があるっていうことだぜ。陰影を整えた髪の毛がこんな感じ。この作業を髪の毛以外の服パーツなどにも行っていきます。服の赤い部分にはコバルトブルー、ローズブライトレッド、ローズディープレッドを使い赤く塗ります。そしてマスキングをしてクリムゾンレッド、コバルトブルー、ピュアブラックを使い制服を青紫色に塗ります。そしてさらにマスキングをして袖やスカートのフリフリにはピュアホワイトにコバルトブルーを少し足し白く塗ります。剣の刃先にはスターブライトシルバーでシルバーに塗ります。ついでに肩パッドなんかも全てシルバーに塗ります。そして肩パッドの部分には純色マゼンタを塗っていきます。武器の持ち手にはスターブライトアイアンで塗ります。そして武器の鐔や肩パッドにはパールカッパーで金色に染め上げます。これでエアブラシによる塗装は大体終了。次に筆などによる部分塗装。まずはエナメル塗料のライトグリーンを使いハロの目を塗っていきます。次にフェイスデカール。フェイスデカールは付属しているデカールを使います。口元にはエナメル塗料のホワイトとレッドを混ぜ赤寄りのピンクを塗ります。そしてだいたいはみ出るのでエナメル薄め液を綿棒に染み込ませ拭き取っていきます。口元が描けたらチーク。100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。さらに湯沢屋で買ってきたチェーンネックレスをタミヤエポキシ接着剤を使いネクタイの裏と肩パッドの裏に接着します。そして小型リベットに金色と赤色の塗装を施しエポキシ接着剤でボタンとして接着していきます。そして最後にトップコート、艶消しとクリアを1対1に混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。世界を革命する力を。
いかがだったでしょうか。今回のスレッタ・マーキュリー少女革命ウテナ風はプロポーションはそれなりにまとまったのですが、今回武器が剣一本だったので、いつも武器をいっぱい作ってる身としては不安で仕方がありませんでした。次はまた武器がいろいろあるやつを作りたいですね。それでは今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っているぜ。さてと、スレッタも終わったし、次はどうしようか。ん？この音は、いや、このゲームは、まさか、まさか、相棒！しまった！オートモードを切るのを忘れていた！相棒、色ついたんだな。それよりも驚きなのが、タイマニー RPG をやり始めたようだな。あくまで、タイマニーを知るためにね。しかし、よく見ると、だいぶガチャ石を溜め込んでいるようだな。欲しいキャラがいると見たぜ。言わなくても、すぐ当ててやる。相棒の趣味から行くと、こいつだな。大人雪風水着バージョンだな。さすがもう一人の僕、よくわかったね。ならば、相棒の財布を生贄に、手札からバーサーカーソウル発動！え？行くぜ！待って！せめて、僕に回させて！よくやったな、相棒。熱いデュエルだった。結構貯めてた石を使ってしまったしな。元気出せよ。吸い抜けで違う SR も当たったじゃないか。そうだね。これで、高難易度ステージも楽に攻略できるはず。そうだ、その息だ、相棒。それでは、皆さんは程よい課金額で、ガチャを楽しんでくれよな。では、次回の動画でまた会おうぜ。またな。